皆さんこんにちは、ポンチーです。今回は日本の名作ドラマベスト3を発表させていただきたいと思います。いや、もちろんね、いっぱいありますよね。で、私もともと洋画がすごい好きで、あんまり邦画って見てなかったんですよ。でも自分がやっぱりこう芝居を始めさせていただいた時に、やっぱり邦画を知らずに芝居はできないと思って、勉強がてらいろいろ見始めたら、なんや、日本もめちゃめちゃあるやん名作って思って、そっからね、日本の作品もたくさん見るようになりました。こう自分で書きながら、これ完全私の世代だなと思ったんですけど、まあ、もちろん昔のドラマも好きなんですけど、当時めちゃめちゃハマって見ていったものを発表したいと思います。では、いきなり第3位で3作品出るんですよ。選べなくて。もう悩んじゃって。早速ね、発表 していきたいと思います。まず、第3位は、ダダン!花より団子、ルーキーズ、極戦!完全に私の世代です。もう青春ものめっちゃ好きだったんですよ。共通することは、学園もの。めっちゃ憧れだったんですよね。それこそ私、お芝居始めて、いつか絶対学園もの出たいってずっと思ってたんですよ。青春だし、恋愛ものもあるし、熱いじゃないですか、人対人のぶつかりみたいなのが。いつかね、学園もの出たいって思ったらもう30超えですよ。もう無理だと思って。だ、夢で終わったんですけど、まあ、特にね、花より団子めっちゃ見てました。もう、井上真央さんが可愛すぎて。で、F4 もね、めっちゃかっこいいですよね。花沢類とかね、もう、めっちゃ、いや、私、花沢類派だったんですよ、道明寺じゃなくて。あ、でも、シーンによっては、道明寺の強い感じとかもめっちゃ好きだったんですよ。俺様みたいな感じ。でもやっぱり、王子様的に優しい花沢類派でしたね、私は。当時。てか、小栗旬さんが演じる花沢類が好き。私、漫画見た時は、道明寺派だったんですよ。やっぱりちょっと、俺について来いぐらいが、なんか女の子って意外とキュンキュンするし、やっぱ引っ張っててくれる方が、なんかこう、頼りになるというか、ちょっと道明寺の場合行き過ぎなんですけど、だったんですけど、なんかね、ドラマ見たらね、小栗旬さん演じる花沢類がかっこよすぎて、花沢類一択になりました。見てましたよ、全部。めっちゃ好きで。アレシさんの主題歌もぴったりですし、マジキュンキュン度足りない時、花より団子見たらキュンキュン度取り戻せるレベルで、めっちゃ見てました。で、ルーキーズね。私正直野球のことあんま知らないんですよ。知らないんですけど、すごい見れましたし、何よりね、市原隼人さん、佐藤隆太さん筆頭に、野球に対しての情熱というか、あとはやっぱりメンバー同士のぶつかりというか、先生とのね、戦いとかもね、すっごいなんか熱くてね、今思うとものすごい俳優さん勢揃いですよね、ルーキーズ。当時ね、私覚えてますよ、今も。一番最後の作品が、テレビで放送ってなった時に、私、学生だったんですよ、その時。で、学校の帰りで、もうその日は絶対に家に帰って何としてでも、お菓子をつまみながらルーキーズ見るって決めてて、その日、友達の誘い全部断って、テレビにかぶりついて最終見たんですよ。それくらいルーキーズ好きで、まあ、結果見たところで野球のルール今も全然よくわかってないんですけど、どっちかといえば、俳優さんたちの情熱を見てた感じなんですけど、ルーキーズもまた青春でね、めっちゃファンでした。そして極戦もね、シリーズものですけど、仲間由紀恵さん演じる先生がね、めっちゃ熱くていいじゃないですか。あんな先生いたらいいですよね。まあ、あんな喧嘩奮発するかっていうぐらいのレベルなんですけど。まあ、基本的にね、学生も男子生徒ばっかりなんで、なんか女子生徒ね、あんまりいないんで、女子の先生しかいないんですけど、ヤン組憧れますよね。ヤン組みたいな先生いたら、どうだろう。なんか、もっと学校頑張れたのかもしれないってか思いながら、憧れましたね。やっぱ学園もの一度は憧れますよね。こういう先生いたらよかったなとか、どういう名字みたいな人いたらどうなんだろうとか、花沢類いたらどうなってたんだろうとか、キュンキュンしながら見させていただきました。早速第3位でね、3作品。もう選べませんでした。すいません。私の世代めっちゃね、いいドラマがありすぎまして、全然選べなかったので、同率3位ということで選ばせていただきました。そして第2位は、これダダンプライドスタッフさんたちの間でね、キムタクのドラマいいよねとかって言ってね、プライドいいよねって言ってギクッと思ったんですけど、2位プライドにさせていただきました。
ぱりこれね、キムタクさん演じる役かっこいいっすよね。なんだろう、あのツンデレっていう。滝内優子さん演じる女性も可愛くて、すごい二人の絶妙な距離感が最初から最後まですごいいいじゃないですか。別に、なんて言うんだろう、これも私学生の時だったのかな、プライドって放送された当初、まあ私見たのは放送後だったので、まあ大人になってからだったんですけど、あ、大人のなんて言うんだろう、絶妙な距離感の恋愛ってこんな感じなのかみたいな。学園ものみたいに分かりやすくラブラブするとか付き合うとかじゃなくて、もっとたまらないこう大人の距離感みたいなのってあるじゃないですか。それもそうだし、こう試合の真剣な眼差しとか、微妙な人間関係だったりとか、主人公二人のね距離感だったりとかが、すごくこう見ててキュンキュンするし、むずがゆいし、なんで早くくっつかないのみたいな、早くくっついてよみたいな、まあ、最終的にはすごいハッピーエンドになるんで、この作品好きですね。なんといってもね、このプライドの時のキムタクさんの髪型が一番好き、めっちゃ好き。全人類の男子、その時私キムタクさんのその時の髪型すればみんなかっこよく見えるなと思ったもん。そんぐらい私3回ぐらい見直した気がする。プライドめっちゃ好きですね。プライド。そしてですね、今回、惜しくも1位2位3位には入らなかったんですけど、まあ、気持ち入れたかったんですけど、ちょっとあの忖度が生まれちゃうので、番外編ということでこの2作品を出させていただきたいと思います。じゃん、東京 MER とミュー404でございます。イエーイ、自分が出たやつ。まあもちろん出たからより思い入れが強いっていうのももちろんそれ大前提であるんですけど、作品としてもいいんですよね。特に東京 MER を先に出させていただいた、私第5話かなに出させていただいたんですけど、ミュー404に関しては今社会で問題になってることを1話1話テーマで上げてるんですよ。で、私が出ていたその回っていうのは、日本で働いてる外国人労働者のお話なんですよね。安い賃金っていうのも気づかず、一生懸命働くんだけども、そこでこういろんな壁にぶち当たったりとかする外国人のお話なんですよ。で、私は、その、本当に日本で働いてる労働者の役、ベトナム人役の女の子を演じさせていただいたんですけど、舞ちゃんっていうね、とある先生に恋をするんですけど、その中でもね、一生懸命家族のために日本で働きに出るんですけど、安い賃金ってのも、もうそういうのもよくわからず、不当の中で働くんですよ。で、結構私も、その周りでね、もちろん外国人のお友達たくさんいるんですけど、実際にそういう目に遭ってる友達たくさんいるんですよ。で、毎回毎回、その悩み相談乗ったりとか、そういう話を聞くと、とても、こう、胸が締め付けられる思いというか、とはいえ、まあ、私ね、そんなに影響力がある人間ではないので、やっぱり、こう、何かこう、声上げたとしても、そういう大変なこととかってなかなか伝えられなかったんですけど、そういうなんか、もやもやした気持ちを抱えた時に、このミュー404の役をいただいた時は、これ、運命だと思って、これは役を通して、今のこの状況っていうのを伝えるべきだと思って、思う存分気持ちを込めて誠心誠意努めさせていただきました。放送し終わった後のこうコメントで、僕の近くにも私の近くにもこう働いてる外国人さんがいますとか、一緒に働いてますみたいな、でそういう方々に少しでも優しい気持ち抱いて接していこうと思いましたとかっていうコメントがすごく多くて、めちゃめちゃ泣いたのを覚えてます。もちろん自分が出てるっていうのもあるんですけど、まあ私もこのドラマを通して自分が伝えたいことを伝えられた気がしましたし、世の中優しい方々がこんなにもいるんだなって感動した記憶もあって、本当はね堂々の1位にしたかったんですけど、あえて番外編ということでミュー404を選ばせていただきました。そしてなんといっても東京 MER です。私がドラマで初めてレギュラー出演させていただいたドラマで、みんちゃん役という七尾さん演じる蔵前夏目さんの看護師にすごく憧れてるんですけど、ベトナムに家族を置いてきて、ベトナムに医療技術をもっと進歩させたいということで日本に勉強しに来るんですね。東京 MER のチームに自分で志願して入るんです。皆さんも見ていただいたからわかると思うんですけど、様々なね事件事故にぶつかってって一人一人の命を助けていくという物語で、もちろん最初はいろんな不安もあったと思いますけど、後々に北見チーフの思い気持ち行動に揺さぶられて物語がすごい動いていくんですけど、なんといってもねやっぱりこうちょうどこの作品をやってたのが、まあもちろんコロナ真っ只中の中だったので、世界中の医療従事者の方々が大変っていうのもやっぱりニュースですごい目の当たりにしてて、で実際に MER も現場で本当に実際の病院のお医者さんや看護師さんが監修として見てくださってたんですけど、
構24時間手術をし終わった後に現場に来てくださったりとかしてて、まあ、もちろんコロナなんでもう24時間どんどん患者さんが来る中でももちろん本業をやりつつ現場に来てくださってる、そんな大変な中で一緒に MER 監修してくださったんですけど、やっぱりね、医療ものを通して思ったのが本当に頭が上がりません。医療従事者の皆さんには言葉で言ったらすごい軽くなっちゃうんですけど、やっぱ命を救うってこんなにも大変なことなんだなと思って、結局私たちがやってることって結構真似事でしかないんですよ。やっぱ演じるだけなので。でもその思いっていうのはやっぱり役を通して皆さんに伝えられることしかできないので、私たちの仕事としてはこの作品を通してもっとこう一人一人の命の重みだったりとか大切さみたいなのを伝えられたことも良かったですし、やっぱりこの作品を見てこれからこう医療の仕事に就くのを頑張りますとか、ちょっと何をやりたかったか分かんなかったけど医療の仕事やろうと思いますって方もめっちゃ増えて、それもすっごい嬉しかったですし、これから看護師の試験があるんで頑張りますとか、実際の医療従事者の皆さんにも思いが届いてすごい嬉しかったですし、いろんな別に職業とか男女関係なく若い老いてる関係なく全ての人に突き刺さった作品だなと思いまして、まあ、これがねありがたいことにちょっと映画化も決定いたしまして、来年公開が決まってるので、ぜひねまたさらにねこの東京 MER の思いをまた再びこう背負うことができるんだっていう嬉しさと、また緊張感と、またあの大変な日々が始まるんだという今から頑張んなきゃという思いと、いろんな様々な思いがあるんですけど、絶対最高のものになると思うんで撮影頑張りたいと思いますので、皆さん公開までぜひお待ちください。ということで番外編東京 MER とミウ404でした。そして第1位はダダン、金八先生、またもや学園ドラマ。いやこれね、私ほんと出たかったんですよ、金八先生。絶対次新シリーズオーディション来ないかなって思ったりとかしてたんですけど、その受ける前にねちょっとシリーズが終わってしまったんで叶わぬ感じになってしまったんですけど、八乙女ひかるさんとか岩田さゆりさんとか、それこそ私の大先輩の浜田岳さんが出てるシリーズが私一番好きでして、ちょっと薬物とかを扱ったシリーズになってたんですよね。毎回毎回テーマが重いじゃないですか。重いけど向き合わなきゃいけないテーマだし、今のこの学生さんの中でもきっとそのテーマにぶつかる方とかもいるんじゃないかなっていう、まあ、共感はできないものの現実にあるんだろうなって思うテーマを扱ってたんで、見ながらもすごい勉強になる作品でしたし、やっぱりね武田鉄矢さん演じる金八先生の言う一言一言がすごい重みがありますよね。毎回ね泣ける言葉とかもいっぱい散りばめられてますし、一つ一つのテーマ、一人一人が向き合う姿勢だったりとか成長物語みたいなのがワンシリーズワンシリーズ見れるので、私すっごい好きでしたね。特に私が好きだったシリーズ、最後ソーラン節を踊るところがあるんですけど、そこのシーンがすごい熱くてね、私なぜかわかんないんですけどね、当時ねそのソーラン節のシーンを流しながら、なぜかわかんないですけど一緒にソーラン節を踊ったんですよ。熱入っちゃって、それこそ浜田岳さんが先頭に立ってソーラン節が始まるんですけど、それがねすっごいかっこよくて、ね、覚えちゃったんですよダンス。なんかわかんないけど私も一員になりたかったんでしょうね、ソーラン節踊ることによって。かっこよかったんですよね。シリーズは終わっちゃったんですけど、今でもやっぱりね私の中で残ってる作品ですね。はい、ということで今回は私の好きな日本ドラマベスト3を発表させていただきました。もちろん紹介しきれないぐらい日本にはたくさんいいドラマもありまして、日本のドラマもそうですし、ゾンビとかマーベルもそうですし、まあ、なかなかねランキングにするってすごい難しいことで、世の中いいものがたくさん溢れてるんで、いいものは皆さんに共有したいんですけど、まあ、それでも中でも厳選したトップ3って番外編でしたので、ぜひ皆様絶対見たことあると思うんですけど、世の中たくさん素敵な日本ドラマまだまだありますので、なんかおすすめあったら逆に教えてください。ということで好きな日本ドラマベスト3でした。バイバーイ。次回もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。